撮影遅れましたが、対戦相手の方が見つかりました。これはボルトランド対クルセドランという昔からのバトルですね。メガ枠は圧倒的に負けているので、そこをどうするかのバトル。こ結構はちょっと出しづらいかな。ガルドは逆に結構出していけるか。初手ガルドでもいいぐらいだな。ガルド、ガルーラ、ドランとかか。これだとちょっとバンギ重たいか。バンギ来そうっちゃ来そうですもんね。ドランじゃなくてランドロスって手もあるけど、ブルルがまあまあまあ、でもガルドでなんとかなんのかな。でも相手のドランに対してこっちのドランを投げると動きができるので、あ、でもこれあれか、この先生さすがに相手のルカリオが重すぎますね。ガルドガルーラランドロスでいきますか。はい、では対戦よろしくお願いします。今回結構ガルドが特殊な方なので、この方をうまく通して勝っていきたいところ。メガ枠どっちで来るか微妙だけど、ガルーラを見たらルカリオ出したくなるとは思うんですよね。だ初手は多分ねボルトあたりだと思うんだよな。あ、ブルーが OK、 これは有利タイム。ここは間違いなく引いてくると思うのでぶっ放しますか。だから聖剣はな、ブルルに半減ですかね。今回鉢巻き型なんですよね、まあ、一発目からぶちかますか。モロハの頭突き見とけ、この火力とんでもねえからマジで。鉢巻きモロハはね、とんでもない火力指数ですよ。いや見てて、行くぞ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 。ドランなんかでな受かると思うなよ。これがハチマキモロハの超火力。おらー叫んだ割には微妙な火力だったただまあこんだけ入れば十分ですね。次のサイクル回ってないので、で鍵打ち圏内だしな。でここはガルーラじゃなくてランドロスかな。いや微妙な火力とは言ったものの、当倍にこのダメージだから微妙じゃないですね。十分のダメージ。ランドロス、まあいくら自信半減とはいってドランには受かりませんね。大地の力 OK、 これはこっちのドランを読んだ形でしょうね。叩きでいいかな。ドランここトンボ狩り読みで突っ張ってくる可能性もと思ったら引いてきたブルルですよね多分。一応で持ち物見れるので、叩き落とす。さあなんだ、残飯 OKOK。 あれドランの持ち物見てなかったけど何だったんだろう、まあ、メガネとかああいう系統かもしれんな。他トンボ帰りで、そこそこ入りましたね。でここはギルガルドで一旦受ける。まあただこれをあんまりやってるとルカリオで締められるかもしれないから、ウッドハンマー、ウッドハンか、まあそれはいいぞ。結構入ったな。次のウッドハンでも落ちる説ある。どうなんだろうね。まあここは普通に殴っていくか、影打ってもいいけど、影打つか、火薬があれだけ内にいればいいから。あ、突っ張ってきましたね。ウッドハンでもしかしたら落ちたかもしれないからね。鉢巻き鍵打ちも相当な火力が出ますからね。 OK ダメージ、ウッドハンマー、ランドの圏内には入るかな。これ反動も入りますからね。どうだろう、入ってそうな入ってなさそうな微妙な感じ。まあガルーラから入りますか。でガリーララストがルカリオの場合は、その場合ランドで勝てるっちゃ勝てるか。まあ相手の技構成でもあるけど、まあここはもう冷凍パンチでいいかな。ブルル引いてきたら残してくるのか。ドラン、はい、スカーフドランとか、いや分からんけど、持ち物まだ見えてないわドランで。まあ、今回の方自信も持ってるんでドラマ倒せるんですが、冷凍パンチ相手多分ランドがきついってことでの今のブルー残しだと思うんで、ラストは
ルカリオの可能性が濃厚か。ただいくらなんでもあのブルルってもうランドリー負けそうな意識に見えたんだけど、どうでしょうね、ここは自信で。ドラマ突破、ルカリオが来たらもう死にたしランドの方がいいかな。後投げしたら普通に負ける可能性あるんで、死にたしの方がいいはず。いやでも難しいとこだな。というのも相手があれか、ブルルのフィールドでルカリオなんてなんだランドロスの自身を耐えるようなプレイングをしてくる可能性があるから、いやでもどうだ、でもここで考えるルカリオじゃねえのラスト、まあ、ルカリオは来てから考えますが、ランド死に出すのがまだ勝ち目があるはず。ガルーラはなあんま使い慣れてないから通し方が下手かもしれないな。ちょっと勉強はブルルから来た、これ自信を耐えようっていうバンギラスってことか。要はだよな、まあレッドパンチしときますか。そうだね、これ多分バンギってことでしょうね。だ、要は地震のダメージを減らしたいってことだろうから、そのためのブルルから入ってきたと思うんですよね。そのためにだからバンギってことなんだろうなんですよね。だからここでランドロス威嚇を入れていきます。威嚇でガンプーレンダーでいいかな。グラスメーカーを切らせて、グラスフィールドか、グラスフィールドを切らせて、でガルーラが猫自身で落としに行くみたいな展開が一番勝てると思うんですよね。ここなんでランドロス、威嚇が入るでしょ、有名だとは思うけど、バンギはかなり強いから、こいつバカにしたらマジで殺されますからね。レイパンがなければいいんだけど、レイパンなんか多分あるだろうな、リュウマイ。まあ、これはよくて。レイジョーションのないレイパンって、いやでも落ちそうですね。まあ、ここは岩石封じで。まあ、もう一枚してくるかもしれないけどな。リュウマイ、まあそうだよな。相手がしたら舞うだけ舞うのが正解ですもんね。ここで一旦素早さを押された。ピタとしたガンプは微妙だったな。トンボの方が良かった。まあでもこれでいいか。レイパンなかったら全然チャンスあるんで。で、ここで、トンボ返り。レイパンがなければここで、ランドが一発技を耐えて、で、ガルダで猫騙しをして時間稼いでって動きができるので、そんな悪くないはず。結局ガルーダがワンパンされなければとりあえずなんとかなる可能性があるから、そこですね。相手がした今のところリュウマイ安定だからな。ちょっとガンプはプレミでしたね。リュウマイじゃない場合に S をトントンに戻せるかなと思ったけど、リュウマイしないわけがないわ、相手からしたら。急所以外だったら別にリュウマイの方が安定だもんな。急所もらった場合でも、まあ、グラスフィールドあるので、おそらくタイトだろうし、身代わり、あ、オッケー、これトンボル正解ですね。そしてこれはレイパンはなさそう。リュウマイ身代わり噛み砕け一致のやつなんだね。ギルガードに結構強めのやつで、まあ、その場合はでもあれか。なんだっけ、噛み砕くじゃなくて地震のこともありますが、まあ多分噛み砕くエッジだと思う、範囲的には。バンギーやな、このメインウェポン両方の範囲ですげえ広範囲を取れるので、身代わり竜明型とは結構相性がいいですね。でここは猫だましで、だから次のターンのランドバックを読まれる可能性があるからな。こっちからしたらもう一回威嚇を入れたいんで、ランドバックしたいんですが、それ読みの、リュウマイとかもありえなくはないか。それでも別に同じようなもんか。ああ、それでも同じだね。結局、レイパンがないんであれば、ランドワンパンっていうのが可能だから、仮にここで身代わりを貼られても問題ない。リュウマイの場合も結局、A ダウンは引くわけだから、とりあえず今と状況はそんな変わんないですよね。ここはランドロス。一回威嚇を入れましょう。バンギの処理にすげえ苦戦してるけど、とりあえずグラスフィードは切らしたんで、なんとかなる可能性はある。ストーンエッジ、まあそうだな。
このダメージが思ってる入んなかったな。でここは地震で落とせそうなんで地震でいいか。エッジをかわせばそのまま勝てますし、ストーンエッジ今 A 何段階だ、トントンだったらエッジは耐えるはずなんですが、1段階アップだと確か落ちた気がするんだよな、こいつのエッジって。トントンですよね。しかも相手エッジを2連続当てなきゃいけないから、まあ、3連続か、今2回連続当ててるから3連続当てることを考えると一応運はこっち側に向いてるような気がしないでもない。で猫魂、これ地震で落ちないとかある、もしかして火力下がったかな、ガルーラ。まあ、こいつは急所判定が2回あるポケモンなので、エッジ当ててくる、強い、耐えて、お半分入んない、強いね、ガルーラ。マジか。じゃあ、リウマエッジで落ちないじゃん、ガルーラって。なんか落ちると思ってたけど。で、地震でも落ちなそう。弱。ガルーラも弱いやな。で、ここは地震で、まあ、一時急所当たんなければ勝ち。まあ、ランスで落ちるかもしれないけどな。相手4連続ヒット、強。耐えて。オッケー、耐えた、対戦ありがとうございました。ガルーラが強いだけのバトルだったな。まあ、ルカリオ来なくて助かりましたね。はい、対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがミミロップ、ガブリアス、テッカグヤ、レヒレボルト、ウルガンを押すということで、ミミロップはきついけど、まあ、あいつはクレスで止まるはずなので、てかクレスは結構刺さってますね、相手のパーティーに。ガブリも強いし、かぐやはちょいきついか。どうするかな、ガルーラから入るのは悪くないはず。ガルーラ、かぐやを考えるんであればドランか。ガルクレスドランでいいかな、悪くない気がする。まあ、ボルトが鬱陶しいっちゃ鬱陶しいけど、ガモスもまあ型によりけりって感じだな。ガモスがな、でもあれか、目立ち持ちだとクレステもドラも検査されて一気に負ける可能性があるのか。かといってランドロスはそんな刺さってないですよね。ミミロップを受けるっていう意味でもクレステは必要だし、ガルーラがいらない。いやでもガルーラはな、エヒレも削りられるし、ガモスにもまあまあ有利だし、悪くないと思うんですよね。ボルトも対面であれば勝てることが多いので、これいきますか。では対戦よろしくお願いします。初手のボルトは一応ですが気合玉 Z を呼んでクリステを投げます。ただクリステ別にボルトに強いわけじゃないので投げても勝てないかもしれない。まあ猫魂打ってからな。で初手ミミロップは猫魂打つ、普通に。ここってあの猫打たれないことが結構多いんですよね。交換が読める場面だからね。 なのでここはもう猫魂を打つ。まあ、相手に打たれても別に致命傷にならないからな、猫魂で。いやでもこれは結構なんかガルーラ使いあるあるな気がすんな。ミミロップ側からはこうガルーラ引くの見えるから、もう猫なんか押さねえよ、ぶん殴ってやるぜってことで殴ってくることが多いんですよね、人の動画を見てる限りだと。僕はガルーラあんま使わないんで分かりませんが、人の動画ではそんな感じだった。ここはガルーラはね、猫魂を打って、まあ仮に打たれても別にガルーラそんな入んないしな、言うほど。次のターンにクレスに引けばいいだけの話ですからね。考えてらっしゃいますね。突っ張ってきた。さあ、ここ猫魂取ったらめちゃめちゃでかい。めちゃめちゃではないけど、相手はストレスフルなはず。で、ここはメガ進化していく。ね、まあ、猫を撃たれた次のターンクレセバックですね。さあ行くぞ、ここはドヤ猫魂。あれあれ、しかも思ったより痛えぞ。大して入んねえとか言ったけど40ダメージも入ってんじゃん。まあいいや、ここはクレセリア水投げ、はい、当たらない。残念。でまあ、ここはねクレセ使いは交換闇交換をする、これは基本です。ガルクレセ使いは交換闇交換、ここは鉄火が来るので、あれあれ、でここはドラン投げて、まあ穏やかドランなんでね、レヒレ相手にもまあまあやれるっちゃやれる。
負けます。ストームで削り優先でいきましょう。カプレヒレを削らなきゃ勝てないので、レヒレはガルーラでも有利じゃないかな別に。まあ、今回レヒレを見る枠はガルーラとこのドランですね。 S どっちが勝ってるか割と重要だな。こっちのドラン少しは振ってるんですが、速いレヒレも多いので何とも言えないところだな。まあ、これ草 Z 警戒してくる可能性は一応なかった。マグマストーム、これ当たるんであれば Z 打たれない限りは身代わりでちょっと時間稼げるので悪くないですね。 Z も落とされちゃうんですが、リフレクター、おっとリフレクか、まあそれはいいかな。あ、しかも残飯が OK、 これワンチャンドランで勝てるまであるからな。こっちのドラン穏やかなのでこいつまだ大して入んない。しかも身代わりで時間稼ぎができるというおまけ付き身代わりで、まあ、ここ挑発してくる可能性が何とも言えないけど、波乗り、はい、時間稼ぐだけ稼いで毒を入れたい。ミストフィールドを切らせて毒を入れたいんですよね。まあ、ただどこまでやるかだな。マグマストーム、ここは拘束してるんですけど、どこまで拘束してくるかにもよるので、まあ、身代わりでいいか。でもまだで身代わっての波乗り、挑発とか押してくれたら欲しいけど、まあここ押してくんねえよな。まあ、次長いでも多分落ちないんで殴るのもありかもしれないけど、どうだろうな。レヒレを削ればガルクーシの財布で崩せると思うけど、かぐやがいない前提だったら、相手かぐや入り場合結構こっちの補欠重たいと思うんですよね。メイロップも別にあのネコーランとかじゃなきゃ落ちないから補欠に有利じゃないんですよ。だから多分ボルトとかだと思うんだよな。あと一旦か、じゃあここで身代わり張ってでいいか、はい、で次のターン毒でいいかな。守ると大地結構悩むけど、守るのがいいかもね。こういう展開になるんだったら大地の力はドランミラーで結構強いっていうのがいいんだよな。でもあとマグマストームだけだったら技なんだろう攻撃技の PP が少なすぎて不安っていうのがある。ちょっと波乗り、はい、次の波乗りも耐えるんじゃないかなと思ってるんですが、どうでしょうか。さすがに無理か、残飯で回復しても。穏やかドランなんだけど、どうでしょう。耐え、85は厳しいかな、さすがに。耐えたらすげえけど。マグストップ、遅くダメージ入っての。耐えてくれたらでかい。ここはドクドクで、やっぱ守るがいいとレヒレ相手はきついな。でドクドク当てる、オッケー。レヒレに毒が入る、レアなシーンですね。ここははい、波乗り耐えてくれたら結構でかいけど、ここはどうだ。あー、さすがに無理か。まあしゃあない、急所。うーん、有効ってことだったのかちょっとよく分かりませんね。かぐやがいたらもう無理無理の無理なんですが、ここはガルーラで捨て身タックだと落ちなそうですね。猫騙し打ちますか。猫騙し読みの何かって構造が嫌なんだけど、まあ、ここは猫でいいはずで。 OK、 猫通る。はい、毒も入るでしょ。死んで落ちるかはちょい微妙な HP、 毒が入るけどどうだろう。あー、ギリ落ちなそうなんで B に打ってる場合はバステミタックルで、これでレヒリア突破ですね。ラストかぐやの場合はもう0パンしかない、うん、0パンしかないですね。凍らせるしかない。自信使わそうだから0パンホロパンにしようかなと思ったけど、ガルドとかを考えるとね、ミミロップ、まあ、これはよくて、こ
絶対公開未公開してくるっていう確信があるんだ。ラストガモスでしょ、だって。セミタックルでだよな、読んでるとガモスだろ、分かってんだよ。ボルトか、ボルトでもセミタックルで OK ですね。あれだけ味方だったかな、もしかして。で、セミタックル落とせばしないのかな、どうだろう。あー落ちねえか。しかもオボン、やーなアイテム売ってますね。ウイかウイの方が厄介だぞ。ってことはボルト、遅いボルトの可能性もあるから、さっさと殴るか、セミタックルで。あの控えめの HC ベースのやつかもしんないんで、ここはセミタックルでいいはず。マルタクミがまずいかな、これ。ここで積まれるのが、逆にここで詰まれなければなんとかなりそうな気がしないでもないので、捨て身特攻でいいはず。考えてらっしゃいますね。うん、ワンチャン S 勝ってる可能性はあるからな。耐久フリーボルトだったらダメでした。72は耐えなそうですが、耐えてくれたら嬉しい。ダメ、まあまあしゃあない。で、ここはクエセリア。クエセがな、ボルトの技プラスミミロップの技を耐えるかって感じだな。ここは冷凍ビームで。ワルタクミがあればワルタクミから入ってくると思うんですよね。Z、ああ、だよね。で、次のターンに Z を打ってくると思うので、そこでどうするかという感じで。これダメ。Z の場合はここ、あ、つか月の光の PP 増やすの忘れてた。怒られちゃう、これ。月の光で。あ、Z ないの？じゃあこれ勝ちじゃない？ここで打たない理由ってないもんな、もう。うん、ここで打たない理由はないはずなので、ここ今のところ月の光を呼ぶんであれば、もう一回割れたくめてよくて、だよな、だからないな、これは。最近で麻痺投げれば大体麻痺急所が中盤ついけど、はい。だから乱数的には最初のターンに殴った方が良かったですね。あ、でもミミロップの猫恩返しでクエスト落ちるとかあるか、ありえるな。ちょっと待って、最初のターンに殴る、いや、まあ、そんな結果論だからな。でもそもそも Z だったら落ちてたのかな。悪だけに10万 Z がクエストギリ耐えるかなと思って再生選択したんですけど、あんま意味なかったかもしれない。最近でこれ猫恩返しで負けるっぽくない？いや、どうだろう、65って落ちんのかな。こいつ ACB ぶっ壊してるんですが、最近で耐えてくれ、クレセリアちゃん、耐えて耐えて耐えて、強ギリギリだったけど、対戦ありがとうございましたちょっと甘いプレイング多かったけど、まあなんとか勝てましたね。長期戦だったな